私はシングルマザーで、5歳の息子と2人で暮らしている。この日は息子と高級焼肉店に来ていた。おい、あそこの親子見てみろよ。テーブルにキモいくらいホルモンが置いてあんぞ。金がねえからホルモンしか頼めねえんだろうな。かわいそう。うちはあの親子みたいに貧乏じゃなくてよかった。彼らは20代くらいの若い男女。結婚指輪をしていたので、二人は夫婦なのだろう。最初は無視していたが、二人は聞こえるように、私たちの悪口を言ってくる。ホルモンしか注文できねえような貧乏人は来るなって感じだよな。わかる？貧乏人がいると、せっかくのお肉がまずくなるもんね。あの人たち、私たちが頼んでるような高級和牛は頼めないんだろうな。すると女はまるで私たちに見せつけるかのように肉を頬張る。大口を開け、タレを大量にぶっかけて食べている彼女を見て、なんて品のない女性なんだと呆れてしまった。二人の声は息子にも聞こえてしまっていたようだ。息子は泣きそうな顔をしてホルモンを食べる手を止めてしまう。違うお肉も頼んだ方がいいのかな。気にしないでいいのよ。翔太の好きなものを食べなさい。そうは言ったものの、息子は二人のことが気になって食事どころではなくなってしまったようだ。しかし二人はそんな息子に構わず嫌味ばかり言ってくる。せっかく高級焼肉店に来たのに安い肉しか食えなくてかわいそうだな。てか、子供には高級焼肉店は贅沢でしょ。ガキがいるとうるさくて嫌なんだよね。あの母親、常識がないのかな。絶対子育てできないタイプの母親だよな。まあ、親が親なら子も子でしょ。あのガキも貧乏街道まっしぐらだね。私だけならまだしも、息子を悪く言うのは許せない。泣きそうな顔をしている息子を見て、私は我慢の限界を迎えた。このまま黙っているわけにはいかない。私は彼らに直接注意をしに行くことに。私が近づいていくと、二人はニヤニヤしながらこちらを見てくる。なんか様子か？ホルモンさん。いい加減にしてもらえますか？先ほどからあまりにも失礼じゃないですか。ホルモンばっか頼んでたら誰だって気になるでしょ。あのね、ここは高級店なんですよ。貧乏人が来るところじゃないと思いますけど。貧乏人？それって私のことを言ってるんですか？私が問いかけると二人は声を上げて笑い始める。何が面白いんです？貧乏人って自分が貧乏人だって自覚ないんだ。私は決して貧乏ではありませんよ。仮に貧乏だとしたら外食なんてできませんし。んなこと言って本当は金に困ってんだろ。じゃなかったら子供にホルモンばっか頼ませねえだろ。息子はただホルモンが好物なだけです。お金がなくて頼ませていないわけではありませんから。私が話していることは事実だったが、二人は全く信じていないようだ。女もなかなかだったが、男の方は酒が入っているせいか、かなり気が大きくなっているようだった。貧乏人のくせに、見栄張って高級店に来るのが悪いんだろう？もしかして、俺らに肉をおごってくれとか言うつもり？まさか俺らが頼んだ高級和牛が目的か？すると男は箸で肉をつかみながら私に見せつけてくる。男はニヤニヤと下品な笑みを浮かべながら肉を頬張っていた。さすが高級肉は違うぜ。おばさんも食べる？一枚くらいだったらくれてやってもいいぞ。いりません。お願いですからこれ以上私たちには構わないでくださいね。息子も傷ついてるんですから。うるせえな。
なんと男はシリンのそばに置いてあった焦げた肉を私に投げつけてきた。低所得な貧乏人は消えろ。え？男が肉を投げつけてきたせいで私の服は派手に汚れてしまった。さすがにあんまりじゃないですか。どうしてこんなひどいことができるんです。あなたたちには常識ってものが備わっていないんですね。常識がねえのはおばさんの方だろう。貧乏人が高級店に来るのはマナー違反なんだ。ここは俺らみたいなエリートが来る場所なんだよ。どうせおばさんは大した仕事もしてないんだろう。スーパーのレジ打ちとか。確かにやってそう。レジ打ちはやっていません。レジ打ちの業務だって立派な仕事ですよ。偏見のある発言は控えた方がいいと思いますけど。すると男は何を思ったのか私にあるものを見せてきた。俺はこの銀行に勤めるエリート銀行員なんだ。おばさんだってうちの銀行の名前くらいは知ってるだろう。ちなみに私もそこに勤めてまーす。男が見せつけてきたのは社員証だった。どうやら二人は大手銀行に勤める銀行員だったようだ。年齢は今年で26歳のようだった。若いとは言ってもさすがに常識がなさすぎる。私は彼らにある事実を教えてやることにした。実は私、音工の講座を持ってるの。意地悪な言い方かもしれないけど、あなたたちはお客様を貧乏人呼ばわりしてるってことになるのよ。口座持ってるからってなんだって言うんだよ。うちはメガバンクなんだから、口座持ってるやつなんてそこら辺にいっぱいいるって。たかが口座持ってるくらいでマウントですか。マウントを取ってるのはあなたたちでしょ。そこの銀行に勤めてるからってそんなに偉いわけ。俺たちは高収入のエリートなの。おばさんみたいにパートで小銭稼ぎしてる人間とは生きる世界が違うんだよ。ねえ、このおばさんうるさいからお肉でも恵んであげる？何言ってんだよ。貧乏人に高い肉なんか食わせても味がわからねえだろう。せっかくの肉がかわいそうだって。勝手に私を貧乏人だと見下す二人に私の怒りはさらに大きくなる。さらに二人は私を怒らせる発言を続ける。特別にあんたのバカ息子には肉を恵んであげるわ。これから一生高級和牛なんか食べられないと思うし。すると女は私の席につき息子の前に立ちはだかる。女は数枚の肉が乗った皿を持っており、その皿をテーブルに投げつけた。バンという音に息子は小さな悲鳴をこぼす。あんた気持ち悪いホルモンばっか食べてないでこっちのいい肉でも食べたら。どうせ家でもいいもの食べさせてもらってないんでしょ。お金持ちのお姉さんに感謝しなさい。女の言葉に息子は涙を流し始める。私はすぐさま息子の元に向かった。ちょっと息子になんてことするんですか。あなたは本当に社会人なんですか。私が彼女を睨みつけると男もそばにやってくる。すると男はこんなことを言ってきた。おいおい、せっかく肉をプレゼントしてやったんだから感謝の言葉くらい言えよ。貧乏人って常識がないから困るんだよな。何かもらったらありがとうございますってお礼するのが常識だろう。もしかしておばさん、この子のしつけちゃんとしてないの？息子はこの二人なんかとは比べ物にならないくらいいい子だ。少なくとも彼らよりは常識を持ち合わせている。何も知らず息子をバカにする二人が許せなかった。すると男は私にこんなことを聞いてくる。つうかおばさん、うちの銀行にいくら預けてんの？数千円しか預けてねえんだったらすぐ解約してくれよ。え？本当に解約して大丈夫なの？私の問いかけに
二人は声を上げて笑い始める。きっと私が大した金額を預けていないのだろうと思い込んでいるのだろう。全く問題ねえよ。うちには金持ちの顧客やみんなが知ってるような企業との取引もあるんだからな。あんた一人がいなくなろうと別にどうでもいいし。そう。だったら50億の口座を解約しても構わないってことね。は？私の一言にさすがの二人も一瞬目を丸くしていた。さっきなんて言った？50億の口座を解約してもいいのかって聞いたの。私のような顧客は必要ないのよね。だったら今日限りで解約させてもらおうかしら。いやいや、ホルモンしか頼めないようなおばさんが50億の口座なんか持ってるわけないでしょう。50億じゃなくて50円の間違い？あなたたちは知らないのかもしれないけど、私は A カンパニーの社長をやってるの。 A カンパニー？会社名を出すと二人はお互いの顔を見合わせて驚いていた。 A カンパニーは私が30歳の時に起業した会社だ。うちの会社は美容品メーカーで主にヘアケア系の商品を取り扱っている。どうやら二人も会社名は知っていたようだ。会社はまだ若い方だが、業界では急成長中の企業として注目を浴びている。うちの商品は芸能人も使用してくれ、メディアにも頻繁に取り上げられていた。しかし二人は私が社長であることを信じてくれようとしない。ネットで調べればすぐわかることだが、二人は真っ向から否定してきた。あんたみたいなおばさんに社長が務まるわけねえだろ。そうそう。大企業の社長だったら高級和牛ばっか頼んでるだろうし、洋服だってもう少しいいもの着るんじゃない？おばさんが着てる服、明らかに安っぽいし。この時私が着ていた服は決して安物ではない。むしろこの女が着てる服なんかよりだいぶ高いものを身につけていた。私がこの日着ていたものは比較的カジュアルだったので安物だと勘違いしたのだろう。彼女は見る目がないんだなと思った。彼らは一向に信じてくれようとしなかったので、私はある人物に電話を入れることに。今あなたの支店長に連絡を入れて解約の手続きを進めてもらうことにするわ。もし今謝罪してくれるんだったら考え直してあげてもいいけど、どうする？勝手にすれば支店長だって相手にしないでしょう。あっそ、だったら勝手に電話させてもらうわ。それから私は二人の目の前で支店長に電話をかけ始める。支店長は勤務中だったようで、すぐ電話に出てくれた。本田様、いつも大変お世話になっております。本日はいかがなさいましたか？支店長は丁寧な口調で電話に出る。私は支店長に解約の旨を伝えた。当然支店長は大慌て。私はなぜ解約に至ったのか、その理由も正直に説明した。うちの者が失礼な態度をとってしまい、大変申し訳ございませんでした。どうかこれから謝罪に伺わさせていただいてもよろしいでしょうか。私としてはすぐにでも解約手続きをしたいのですが。お願いします、どうか謝罪だけでも。電話越しの支店長は声が震えていた。支店長はどうしても謝罪がしたいというので仕方なく受け入れることに。電話を終えると二人はニヤニヤしながらこちらを見てきた。電話するふりまでしちゃって超ウケるんだけど。だな。でもなかなかの演技だったぜ。ここまでやっても信じようとしない二人に私はほとほと呆れてしまった。それから私たちは支店長の到着を待つことに。支店長は相当急いできたのだろう。電話を終えてわずか15分ほどで姿を見せた。二人はまさか支店長が本当に現れるとは思わなかったのだろう。
呆然としながら支店長の姿を見ていた。私の姿を見るなり、支店長は青ざめた顔で頭を下げてくる。この度はうちの者が失礼いたしました。本田様には大変お世話になっているというのに。いえ、悪いのは彼らですから。ですが、彼らのような人間をきつく指導しなかったあなた方にも責任はあるかもしれないですね。今回の件はもちろん私どもの責任でもあります。大変申し訳ございませんでした。ふと息子の方を見ると、息子は一人で寂しそうにしている。きっと話が長くなるだろうと思い、私は支店長に場所を移そうと提案した。承知いたしました。ではお食事後、改めてお話しさせていただければと思います。それから私は席に戻り、食事の続きをした。正直、食事どころではなかったが、頼んでしまった食材を無駄にするわけにはいかないので、すべて食べきることに。息子もあまり、今回の食事は楽しくなかったようだ。普段は私が驚くほどにお肉を食べている息子だったが、この日はあまり箸が進んでいなかった。それから私は、息子をお隣さんに預け、二人が勤務する銀行に向かうことに。そこにはすでに二人がおり、他にも本社の取締役、役員の姿もあった。私が解約すると聞いて、急いで駆けつけてくれたようだ。私が姿を見せるなり、彼らは一斉に頭を下げてくる。さすがの二人も、自分たちが危機的状況に陥っていることは、理解しているのだろう。二人の顔色はひどく青ざめていた。 A カンパニーの社長さんだとは知らず、舐めた態度をとってしまって申し訳ありません。私も大変失礼しました。二人も支店長に合わせて謝罪の言葉を口にする。しかし、私の気持ちはすでに決まっていた。申し訳ないですが、彼らのような失礼な行員がいるところでお金を預けたくはありません。私の大事なお金を彼らのような平気で人を馬鹿にするような人間に触ってほしくありませんから。こちらもあまり時間もないので、早急に解約手続きをお願いできませんか？私が預けているお金もすべて返していただきたいのですが。私がきつめの口調で言うと、役員がなんとか契約解消を食い止めようと説得してくる。もちろん彼らには叱るべき処分を与えるつもりです。本田様にも失礼のないよう指導してまいりますので、どうかこちらもできる限りのサポートはいたしますので。私は彼らに低所得の貧乏人って呼ばれたんですよ。それだけならまだしも、息子のこともバカにされたんです。そんな人間を簡単に許せると思いますか？もちろん本田様のお気持ちは痛いほど理解できます。でしたら解約でお願いいたします。二度と彼らのような行員とは関わりたくありませんので。私が突き放すと、支店長は驚きの発言をする。では今月付で彼らは懲戒解雇とさせていただきます。どうかそれでご納得いただけないでしょうか？まさかこの場で首宣告を受けるとは、二人も夢にも思っていなかったのだろう。信じられないと言った顔で支店長の顔を見ていた。さすがにすぐには受け入れられなかったのか、二人は私たちの会話に割り込んでくる。待ってください。急に首だなんて困りますよ。そうですよ、私たちにだって生活があるんですし、謹慎処分とかならわかりますけど、仕事を奪うのはやりすぎじゃないですか？二人を懲戒解雇にするのには他にも理由がある。え？どうやら二人は今まで勤務態度が悪く、行員の間でも問題視されていたようだ。二人は有名私立大学を出ており、親もいい家柄の人たちだったらしい。きっと二人は今まで両親からも甘やかされて育ってきたのだろう。この銀行にも親のコネで入社していたようだ。
支店長も親の目を気にして二人にはあまり強く言えなかったのだろう。しかし社会人として働く以上、一定のマナーを持って行動するべきだ。それに目をつむっていた上層部にも問題があると思う。私は女の顔を見てあることを思い出した。彼女は普段受付の仕事をされていましたよね。さようでございますが、私はこちらの支店で引き出しなどもさせていただくのですが、彼女が接客している時の姿を見たことがあったんですよ。それはそれはもうひどいものでしたよ。女は下を向いて顔を真っ赤にさせていた。この様子だと彼女にも心当たりがあるのだろう。私は月に2回ほど銀行を利用していたが、その時に印象に残っていた出来事がある。すみません、10番のものなのですが、あとどれくらいになりますか？私の番号が抜かされているような気がするのですが。ああ、もうすぐ呼ぶと思いますので。客として来ていた女性は農作業で着るような作業着を着用しており、年齢はおそらく40代半ばくらいだろう。作業着には少し土もついていた。この時女性客の対応をしていたのがこの女だ。あの時の接客態度はひどいものだった。貧乏人は暇なんですよね。他のお客様は見ての通り忙しそうでしょ。余計なことで声をかけないでください。私たちだって暇じゃないんですから。きっとこの女は客によって態度を変えていたのだろう。その後にやってきたブランドスーツを着用した男性には今節丁寧に対応していた。この女は人を見た目でしか判断できないのだと思う。当時の状況を伝えると、支店長と役員は再び頭を下げてくる。本田様に不快な思いをさせてしまい誠に申し訳ございません。私は構いませんが、そのお客様がかわいそうで見ていられませんでしたよ。このような接客を続けていたらお客さんも離れてしまうと思います。会社というのは信用を失ったら下落するのはあっという間ですから。今まで私は信用を失ったことで倒産してしまった会社をいくつも見てきた。ちょっとした問題でもそれが大げさに広まってしまい、収拾がつかなくなってしまうこともある。そんなこともあって、私の会社では特に人や会社とのつながりを重視している。もちろんうまく売り上げが伸びない時期などもあったが、周囲との関係を大事にした結果、今まで赤字運営にならず業務を進めることができていた。その後も支店長は必死に私を説得してくる。私どももできる限り本田様には恩返しができるよう対応させていただきますので、どうか契約解消の件は考え直していただけないでしょうか。何度も説得され、私も悩んでしまった。確かに悪いのは支店長ではなくこの二人だ。彼らがいなくなるというのであれば契約を継続してもいいのかもしれない。必死に契約継続を求める支店長の姿を見て、私も気持ちが揺らいでしまっていた。しかし、そんな私の気持ちはすぐに崩れ去ることになる。俺、首に納得してませんから。たかが50億の契約がなくなるからって、首はあんまりじゃないですか。きっと俺の親父だって怒ると思いますよ。下手したら銀行を訴えるとまで言うんじゃないですかね。親父には優秀な弁護士もいますし、勝つのは俺の方だと思います。そうですよ、私のパパだって許さないと思います。そもそもこんな簡単に首を宣告するなんて会社としてどうなんですか。簡単に首を切ること自体できないと思いますけど。確かに彼女の言っていることは間違っていない。どんな会社も特別な理由がなければ社員を解雇することはできない。簡単に解雇できないのは会社側が社員に訴えられるのを恐れているためだ。
不当に解雇した場合、会社側が訴えられ立場も危うくなる。それは支店長や役員も理解しているようで、二人とも考え込むような仕草を見せていた。私は彼らのこの態度を見て、契約継続の意思はゼロになる。もうこの銀行とは一切お付き合いはしたくないと思ってしまった。このまま契約を継続しようかとも悩みましたが、やっぱりやめます。どうやら二人は全く反省もしていないようですし、自分たちのことしか考えていない二人を見て呆れてしまいました。それに彼女が言う通り、簡単にクビにすることもできないと思いますしね。私はもう彼らのような人間とは一切関わりたくありませんので、私がきっぱり言い放つと、役員は床に膝をついて土下座をし始める。そんなことをされても私の考えは変わらない。反応に困るのでやめてほしかった。仮に二人を雇い続けることになっても、本田様には絶対に関わらせません。もちろん今回の件は代表取締役にも報告し、しかるべき対処をさせていただきます。改めて代表取締役を交えて謝罪もさせていただければと思いますので。役員の声はひどく震えていた。支店長も役員の隣で同じように土下座をし始める。しかし二人の方はそんな上司の姿を目の当たりにしても動こうとすらしなかった。本校のことは信用に値しないと判断しましたので、何度も言っておりますが、これを機に契約は解消とさせていただきます。お二人はこの通りあまり反省もなさっていないようなので、私が二人の方を見て言うと、彼らは焦ったように頭を下げてくる。しかし今さらやられても遅い。もう謝罪は結構です。早く解約手続きを進めていただけないでしょうか。息子も待っていますので、早く帰ってあげたいんです。かしこまりました。支店長と役員は今にも泣きそうな顔をしていた。これで手続きを終えて帰れるのかと思いきや、この二人はまたやらかしてくる。なんと今度はお互いを責め合って喧嘩を始めたのだ。あんたが余計なこと言うから私までとばっちりを食らったんだけど。酒が入るとすぐ気が大きくなるんだから注意しろっていつも言ってるのに。はあ？お前だって本田さんのことをバカにしてただろう。息子に嫌味を言いに行ったのはお前の方じゃねえか。酒が入ってねえのに嫌味が言えるお前の方が問題ありだと思うけど。はあ？最初に本田さん親子に悪口言ったのはあんたの方じゃん。あんたが余計なこと言わなきゃよかったのに。もしクビになったら当面の生活費はあんたが出してよね。悪いけど私はしばらく働くつもりはないから。あ？なんで俺ばっか責任を取らなきゃならねえんだ、この小悪女が。はあ？もちろん悪いのは片方ではなく彼ら二人だ。どちらか一方に責任をなすりつける様子を見て、私は呆れて言葉も出なかった。もちろんこのまま二人に口論させておくわけはなく、支店長が声を張り上げる。お前らいい加減にしろ。支店長の声で二人は口論をやめる。二人は目を丸くして支店長の姿を見ていた。支店長は普段声を張り上げて怒ることもめったにないのだろう。大声を出した支店長は顔を真っ赤にさせて息を上げていた。今回の件はお前ら二人が起こした問題だろう。こっちはお前らのせいで大損害なんだ。これでうちの支店が潰れたらお前たちは責任を取ってくれるのか。億単位の金額をお前たちが弁償してくれるのか。それは無理です。責任が取れないんだったらお前らにはうちから去ってもらうしかないだろうな。俺も取締役には二人をクビにしてほしいと強く伝えておくよ。待ってください。今回の件はもちろん反省していますし、クビだけはやめてくださいよ。
まだふざけたことを言ってるのか？お前たちは高学歴で自分の経歴にも自信があるんだろう。だったらうちの銀行を辞めて別の会社にでも就職したらいいじゃないか。悪いが俺もお前らのような行員とは一緒に働きたくない。今までだって何度注意したと思ってるんだ。支店長は二人を鋭い目つきで睨みつける。支店長の迫力に圧倒されたのか、男はそのまま黙り込んでしまった。君たちにはやるべきことがあるだろう。やるべきこと？本田様が契約解消を申し出て来られたのも、お前ら二人に謝罪の気持ちが足りなかったからだ。もう結果は変えられないが、お前らも心を込めて謝罪をしろ。はい。支店長からの指示を受け、二人も床に膝をつけて、私に土下座をしてくる。二人は泣きそうな声で謝罪の言葉を口にした。申し訳ございませんでした。この度は大変失礼いたしました。もう謝罪は結構です。頭を上げてください。私がそう言うと、二人はゆっくりと顔を上げる。彼らの目には涙が浮かんでおり、先ほどよりは反省しているのが伝わってきた。このような結果になってしまったのは、これまでのあなたたちの行いが原因だと思うわ。二度と同じ目に遭いたくないんだったら、もう少し人に対する態度を改めた方がいいわ。今のあなたたちじゃ、どこも雇いたいとは思わないもの。はい。二人は反論することもできなかったのだろう。下を向いたまま黙り込んでしまった。そんな二人をよそに、私は支店長へ視線を向ける。では、手続きをお願いできますか？なるべく早く戻りたいので、手短にお願いできると助かります。かしこまりました。では、準備をいたしますので、少々お待ちくださいませ。支店長と役員は、まるで魂が抜けたかのような顔をしていた。メガバンクとはいえ、50億の取引が解消になるのは、なかなかの痛手だろう。おそらく、この支店長にも、何かしらの罰が下るのは目に見える。これを機に、新人の指導にも、手を抜かずに行ってくれたらと思う。それから私は、解約手続きを終え、銀行を後にした。もうこの銀行に足を運ぶことはないだろう。私が契約を解消した後も、銀行は通常通り運営していた。何度か銀行の前を通ることがあったが、二人の姿は全く見なくなった。もしかしたら、別の支店にでも飛ばされたのだろう。そう思っていたが、思わぬ場所で、あの女と再会する。なんと彼女は私が偶然行ったファミレスで働いていたのだ。左手の薬指からも指輪がなくなっており、おそらくあの男とは破局してしまったのだろう。あの銀行とは契約を解消してしまったので、私は別の銀行でお金を預けることに。新しく取引をする銀行だったが、とても丁寧に対応してもらえた。担当してくれた銀行員は、あの二人よりも若い男性。あまりにも大人びた対応に、私は驚かされてしまった。後日、私はお詫びの意味を込めて、息子と改めて焼肉店に行くことに。美味しいね。ママもいっぱい食べなよ。ママは大丈夫よ。翔太がいっぱい食べてくれれば、ママはそれで十分だから。息子は美味しそうに大好物のホルモンを口に運んでいた。嬉しそうに食事をする息子を見て、私は自然と笑みがこぼれる。すると息子は私の方を見て嬉しいことを言ってくれた。僕も将来はママみたいなかっこいい社長さんになるんだ。僕、働いてるママが大好きなんだよね。息子の言葉に私は嬉しくて泣きそうになってしまう。私は息子の頭を優しく撫でた。ママも翔太のこと大好きだよ。翔太も立派な社長さんになったらママも嬉しいな。うん、僕もママみたいになる。
愛する子供が自分を目標にしてくれるのは喜ばしいことだ。息子が自慢できるような母親になれているかはわからないが、これからも愛する息子と共に幸せな人生を歩んでいきたい。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。俺の名前は綾瀬隆平。年齢は今年で40になる。成人式ぶりに中学時代の同窓会が行われることになり、俺も参加することにした。懐かしい友達と酒を楽しんでいると、一人の女が絡んでくる。やっほー、下っ端くん。相変わらずな感じだね。久しぶりに私に会えて嬉しい？俺はこの女が大嫌いだ。彼女の名前は千里。髪は金髪で、化粧は派手だが、顔立ちは整っている。千里は美人なのだが、中身は最悪だ。学生時代は、まるで奴隷のように散々こき使われていた。千里の方も、相変わらずだな。でしょ？もう40になるのに、周りからは20代にも見えるって言われるんだよね。やっぱ稼ぎのいい旦那を持つと、美容にもお金をかけられるから最高だわ。確かに、千里は綺麗な見た目をしていたが、さすがに20代には見えない。せいぜい30代半ばといったところだろう。昔から千里は容姿だけは良かったので、近所でも美少女だともてはやされていた。だが性格は壊滅的に悪いので、恋人ができてもすぐに別れる。それでも男をとっかえひっかえしていたのはよく覚えている。もちろん俺は千里に対して好意的な感情を抱いたことはなかった。もしかしてあんた、今日は私にいじられるために参加してきたの？私に会えばワンちゃん結婚してくれるんじゃないかとか期待してたんじゃない？バカ言わないでくれ。俺だってもう結婚してるんだよ。千里のことなんか少しも興味ない。あんたみたいな下っ端野郎でも結婚できたんだ。どうせ相手の女は大したことないんでしょ？いや、嫁は可愛くて頭が良くて、俺にはもったいないくらい素敵な女性だよ。千里なんかとは比べ物にならないだろうな。俺は嫌味を込めて言ってやると、千里はムッとした顔をする。ちょっと、下っ端くんのくせに、私をバカにしていいと思ってんの？下っ端くんって、もう何年経ったと思ってるんだ。いい加減アップデートしろよ。千里の脳みそは中学時代のまま止まってるのか？はあ？綾瀬のくせに生意気なんだけど。きっと千里は、俺が当時のように、下手に出てくると思っていたのだろう。ズバズバ言い返してくる俺が気に入らないようだ。成人式の同窓会でも千里とは会っている。その時は他の男子と話をするのに夢中で、俺には声をかけてこなかった。すっかり中学時代とは変わってしまった俺に、千里の怒りは大きくなっていく。これ以上私を怒らせたくなかったら、これから私が言うことは全部従ってちょうだい。何をやれって言うんだ。中学の時みたいに荷物持ちでもやれって言うのか。そんな子供じみたことやってもつまんないでしょ。あんたには今日の飲み代をすべて負担してもらう。そして私には慰謝料として10万払え。ヤクザみたいなことを言ってんじゃねえよ。飲み代も払わないし、慰謝料だって払わない。俺はもう下っ端くんじゃないんだから、言うことには従わねえよ。いい歳して、中身はお子ちゃまのままなんだな。なんですって？
すると千里は手元にあったビールを持って俺にぶっかけてきた。びしょ濡れになった俺を見て千里は大声で笑い始める。惨めなやつ。でもあんたにはその格好がお似合いよ。そばにいた同級生はタオルを貸してくれ、俺はそれで濡れた体を拭いた。同級生は千里に落ち着くように言ってくれたが、もちろん聞く耳を持つような女ではない。私に逆らうんだったらあんたたちにもぶっかけてやるんだから。みんなもこいつみたいにびしょ濡れになりたいの？昔と全く成長しない千里の姿にみんなが呆れていた。しかし酒が入って気が大きくなっている千里は全く気にしている様子はない。すると千里は俺にこんな要求までしてきた。私に許してもらいたかったらここで土下座しなさい。あんたのせいで飲み会の場もしらけちゃったんだから、みんなにも誠心誠意込めて謝罪をするの。謝罪するべきなのは俺じゃなくて千里の方だろ。みんながドン引きしてるって気づかねえのかよ。はあ？あんたまだ私に立てつく気？ああ、もうあの頃のようには従わないから。そもそもなんで俺がお前に従ってたのか忘れちまったのか？私のことが好きだったからでしょ。ほら私クラスで一番可愛いって言われてたみたいだし。俺は一度も千里を女性として見たことはない。しかし千里は当時から男は全員自分のことが好きだと勘違いしていたようだ。もちろんまともな男は千里のことなんて相手にはしていなかったが、俺は昔も今も千里のことなんて好きじゃねえよ。俺には他に好きな女がいたしな。まあ、あんたなんかに好かれてもキモいだけだし、安心したわ。だけど謝罪はしっかりしてもらうから。まだそんなこと言ってんのかよ。もし従わなかったら大変なことになるよ。千里はニヤニヤと嫌な笑みを浮かべながら俺を見てくる。なんとなく俺は千里が言おうとしていることが分かった。何が言いたいんだ？実はね、私の旦那はヤクザなの。しかもヤクザの中でも2番目に偉い人なんだよ。要するに若頭ってことだな。あんたヤクザのこと詳しいんだ。これくらいは基本だろ。私に謝罪しないんだったら旦那に報告しちゃうよ。あんただって旦那にボコボコにされるのは嫌でしょ。千里が俺にビールをぶっかけたことを報告しても旦那は助けてくれないと思うけどな。むしろお前が怒られるんじゃないか。旦那は私にぞっこんなの。私が不快な思いをさせられたって知ったらブチ切れて大暴れすると思うわ。旦那は私のことになると容赦しないからね。千里は脅しのつもりで言っているのだろう。しかし俺は少しも怖くなかった。千里の旦那が俺をボコボコにしてくるのか、それはかなり面白いな。もしかしてあんた旦那がヤクザだってことを信じてないんでしょ？いや、信じてるよ。千里はすぐバレるような嘘をつくような女じゃねえし。そんなこと言って私のこと信じてないんでしょ？そりゃこんな身近にヤクザがいるなんて思わないもんね。下っ端くんに若頭の夫の事務所を見せてあげる。俺を事務所に連れて行ってくれるのか？別に構わないわよ。あんた私の言うこと信じてないようだし、旦那の旦那に会わせれば信じてくれるかなって思ってね。わかった。じゃあこれから事務所に行こう。全く動揺する様子を見せない俺に千里も少し驚きを見せていた。それから俺たちは会場を出て事務所へと向かうことに。あんた本当に大丈夫なの？私の旦那はガチのヤクザなんだよ。
こんな調子で、千里は何度も俺に聞いてきた。何回も言わなくても分かってるって。別に怖くもないし大丈夫だから。旦那に対面してから後悔しても遅いんだからね。こんなやりとりをしながら事務所へと歩き、20分ほどで到着した。事務所の前に着くと、千里はニヤニヤしながら電話をかけ始める。もしもし、実は今吉倉組の事務所の前にいるんだけど、出てこられる？あなたに会わせたい人がいるんだよね。なるべく早く出てきてくれると助かるわ。電話は数分で終わり、千里は嫌な笑みを浮かべたままこちらを見てくる。これから旦那が来てくれるみたいよ。あんたマジで終わったね。終わったのはお前の方だと言ってやりたかったが、ここは何も答えず黙っていた。それから間もなくして事務所の中から複数の男たちが姿を見せる。どうやら事務所の中から俺の姿を見て出てきてくれたようだった。彼らは俺の姿を見るなり整列をして深く頭を下げてくる。お疲れ様です。俺からすれば普通の光景なのだが、千里は目を丸くして見ていた。それから間もなくしてもう一人の男が事務所から姿を見せる。千里、なんで事務所に来たんだ？あなた。俺、なんで組長と一緒にいるんだ？組長？まさかお前、組長と何かトラブルでも起こしたのか？千里は訳がわからないといった顔をしているので、俺は真実を教えてやることにした。実は、千里の旦那は、俺の部下だったんだよ。部下？嘘でしょ？ねえあなた、嘘よね？千里はどうしても信じられなかったのか、自分の旦那に問いかける。この方は、吉倉組の組長であり、俺が心から尊敬する方だよ。は？綾瀬が？親父、なんでうちの嫁と一緒にいたんですか？今日は中学時代の同窓会に行くって言ってましたよね。早乙女には言ってなかったが、俺と千里は中学時代のクラスメートだったんだよ。今日は千里と再会して、ちょっといろいろあったから事務所に来たんだ。二人が同級生。俺は5年前から吉倉組というヤクザの組長をやっている。早乙女が俺が一番信頼を置いている部下だ。年齢は俺より2歳年下で、千里とも2歳離れていることになる。もともと俺は早乙女の嫁が千里であることは知っていた。早乙女が吉倉組に入ってきた時、これは何かの運命なのではとも思ったくらいだ。これまで俺は千里に対して復讐心を持ち続けていた。しかし自分から手を下しに行くわけにもいかないので、ずっと機会を伺っていたのだ。早乙女にも俺と千里が中学時代の同級生だったことは話していない。もちろん嫌がらせのことも早乙女は知らなかった。でもどうして二人でここに来たんですか？何か理由があったんですよね？早乙女の質問に答える前に千里が口を挟んできた。どうしても千里が俺が組長であることが信じきれていないようだ。あんたが組長ってどうせ嘘でしょ？うちの旦那があんたより下とかありえないじゃん。おい、組長に向かってあんたはないだろう。すぐ謝れ。早乙女は青ざめた顔で千里に謝るよう何度も促すが、全く言うことを聞こうとしない。どうしても信じようとしない千里に、俺が組長になった経緯を教えてやることにした。俺は中学を卒業してから格闘技を始めたんだ。高校に入ってからは中学の頃みたいに嫌がらせを受けるのは嫌だったからな。でも、あんたは中学の頃は大してスポーツもできた方でもなかったし、
ましてや喧嘩っていう柄でもなかったじゃん。不良に絡まれた時なんかボロボロになって大怪我してたくせに。そういや、千里にはめられて不良に怪我をさせられたこともあったよな。あ、千里がはめた。俺の言葉に早乙女の表情が一気に険しくなる。だが俺がこの疑問には答えず、このまま話を続けた。確かに俺は始めたばかりの頃全然強くなかった。千里の言う通り、もともと運動が得意だったわけでもなかったからな。だけど中学の頃の屈辱を晴らしたくて、俺は毎日コーチの下で特訓をしてたんだ。そのコーチはヤクザともちょっとつながりのある人で、ある日俺は地下格闘に出てみないかって言われたんだよ。それを機にこっちの世界に足を踏み入れたって感じかな。地下格闘に出ているのはヤクザがほとんどで、ルールもあるようでないようなものだ。始めたばかりの頃は何度も負けていたし、大怪我をして命を落としかけたことだってある。それでも俺はトップの男になろうと試合に出続けていた。厳しい特訓と経験を積み重ねていったことで、俺は試合で勝ち続けるように。ある時から負けることもなくなり、地下格闘の世界ではボスのような存在になっていた。そんな時声をかけてくれたのが当時の吉倉組の組長だ。俺が組長になってからは会長をやっている。当時から吉倉組はヤクザ界隈でもかなり力のある組織ということで知られていた。特に会長はこの世界でも名を馳せている人物で、憧れを抱いて組織に入る人間も多い。そんな人物から声がかかって断るわけもなく、俺は吉倉組で働くことを決めたのだ。俺がこの道に入った経緯を知った千里はしばらく口をポカンとさせていた。あんたが。おい、組長は千里の同級生かもしれねえが、吉倉組の組長でもあるんだぞ。少しは敬意を持って接しろ。だって組長だとは思わなくて。それでどうして組長を連れて事務所に来たんだ。俺に話したいことがあるって言ってたよな。俺の立場を知った千里は話しづらくなってしまったのだろう。もちろん俺も黙っているつもりはなかったので、代わりに説明してやることに。俺は早乙女に中学時代に俺が嫌がらせを受けていたこと、先ほどの飲み会でも俺にビールをかけてきたことなど全て打ち明けた。事実を知った早乙女は顔を真っ赤にして千里に怒り始める。お前、組長になんて無礼なことをしてるんだ。しかも嫌がらせまで。別にあなたが怒ることでもないでしょ。中学時代のことなんだし、もう終わったことじゃん。全く反省する素振りを見せない千里は無視して、早乙女はその場で土下座をし始めた。ちょっと土下座なんて恥ずかしいことしないでよ。しないわけにはいかないだろ。組長、この度はうちの妻が申し訳ありませんでした。簡単に許していただけないことだってことは分かっています。ですが妻に代わって俺が謝罪いたします。本当に申し訳ありません。それから早乙女は何度も頭を下げてきた。しかし千里の方はそれを呆然と眺めるだけ。千里の方は自分が悪いとは全く思っていないようだ。すると千里は旦那に向かってこんなことを言い始める。ねえ、こんな組やめて他のところに行ったら。ここは綾瀬みたいな人間が組長をできるような低レベルな組織なんでしょ。あなたにはもっといい組織があるはずだって。何言ってんだ。俺は吉倉組で働きたくて働いてるんだ。ここはお前が言うような低レベルな組織なんかじゃない。俺はこれからもずっと組長の下で働きたいと思ってるんだ。まあお前のせいで
それは叶わなくなるかもしれないが。早乙女は今にも泣きそうな表情をしている。妻のせいで働けなくなるかもしれないのが相当悔しいのだろう。それだけ組織のことを愛してくれている早乙女に俺は胸が熱くなった。千里、とにかくお前も頭を下げるんだ。謝って許される問題でもないが、お前も謝罪しろ。は？なんで私は綾瀬なんかに頭下げなきゃいけないの？こいつは私の奴隷みたいなもんなんだよ。奴隷に頭を下げるとかおかしいでしょ。お前ってやつは。全く聞く耳を持たない千里に早乙女は頭を抱えていた。すると早乙女は下を向いたまま千里に向かってこんなことを言い始める。もうお前とはやっていけないかもしれないな。は？何言ってんの？お前とは離婚するってことだよ。離婚？嘘でしょ？さすがの千里も声を上げて驚く。まさかこの場で離婚を言い渡されるとは思わなかったのだろう。どうしていきなり？私たちうまくやってたじゃない。千里はそう思ってたのかもしれないが、俺は結構前からお前には思うところがあったんだよ。正直離婚についても考えた。は？千里は早乙女の方を見たまま言葉を失ってしまう。さすがの千里も大ダメージを受けたのだろう。それから早乙女は離婚を考えるようになった理由について語り始める。千里と早乙女が結婚したのは、千里が30歳、早乙女が28の時だったようだ。結婚後、千里は勤めていた会社を辞めて専業主婦に。二人は子供を望んでいたが、千里の不妊でできなかったらしい。それからは夫婦二人の生活を楽しんでいたようだが、千里は30半ばになったあたりから家事もせず遊び歩くように。それ以前までは義実家近くで暮らしていたこともあって、千里も本性を隠していたようだ。しかし義両親が病気で他界してから次第に本性を表すように。金遣いも荒くなり、欲しいものを何でも買い漁ってくるようになったらしい。もちろん早乙女が注意しても千里は聞く耳を持たない。それでも早乙女は千里に対して愛情はあったので多めに見ていたようだ。だがそんな生活が数年も続くと、早乙女も我慢の限界を迎えるように。1年ほど前から早乙女は真剣に離婚を考え始めるようになっていたようだった。早乙女が家庭のことで悩んでいるというのは聞いたことがない。早乙女自身も俺に相談しづらかったのだろう。早乙女に離婚の意思があると分かると、千里は大きく慌て始める。急に離婚だなんて言われても困るわ。私はあなたの稼ぎがないと暮らしていけないのに。千里は俺じゃなくて俺の金がなくなるのが困るんだろ。要するに金さえあればいいんだよな。そうじゃないわ。もちろんあなたのことも愛してるし。そんなことを言われてもな。そう言って早乙女は大きなため息をつく。これまで早乙女はかなり我慢していたのだろう。その横顔から苦労が伺えた。ねえ、急にどうしちゃったの？今までだって普通に過ごしてたのに、急に離婚だなんて言わないでよ。俺は前々から考えてたって言ったろ。きっと俺と別れたらお前は困るだろうと思って、俺もなかなか言い出さなかったんだよ。結婚生活もそこそこ長いのもあって、俺もなかなか決断ができなかったんだ。でも今日のお前の態度を見て、決意が固まったよ。え？早乙女の言葉に、千里はさらに青ざめる。こんなやりとりをしていると、俺たちの元に一人の女性がやってくる。女性は、俺に声をかけてきた。なかなか帰ってこないから、ここにいるんじゃないかと思って来ちゃった。ああ、ごめんな。え？この人は誰？千里は俺に声をかけてきた
超絶美人な女性を見て目を丸くしている。するとその場にいた組員たちが彼女に向かって一斉に頭を下げ始めた。お疲れ様です姉さん。姉さんってことはこの方は綾瀬の奥さんってこと？俺に声をかけてきた女性は妻のルリコだ。ルリコは微笑みながら千里に頭を下げた。すると千里も軽く会釈をする。どうやら千里はルリコの正体を分かっていないようだった。千里、彼女が誰なのか分からないのか？誰ってあんたの奥さんなんでしょ？そうだけど千里だってルリコのこと知ってるだろ。ルリコ？すると千里は信じられないといった顔でルリコを見る。千里の知っているルリコとは別人だったので驚いているのだろう。待って、あんた本当にルリコなの？そうだけど、中学卒業以来よね。お久しぶり。そう言ってルリコは千里に微笑みかける。実はルリコも中学時代の同級生だ。俺は中学時代からルリコが好きで、高校を卒業してから交際を始めていた。俺が千里の命令に従うようになったのも、ルリコが関係している。中学の時に、お前がルリコに何をしたか、ちゃんと覚えてるよな。え？何のこと？千里は、早乙女に過去のことをバラされたくないのか、白を切ろうとしている。もちろんこのまま秘密にしておくつもりはなかった。千里は中1の頃からルリコに嫌がらせをしてただろう。しかもここでは言えないほどのひどいことをしてたよな。俺は当時のことを鮮明に覚えてるんだぞ。そんな昔のこと忘れちゃったわよ。喧嘩みたいなことはしたかもしれないけど、何もひどいことはしてないわ。何言ってるの？私の制服を切り裂いたり、ロングだった髪をライターで燃やしてきたり、私の恥ずかしい写真をネットに上げたこともあったよね。あなたにやられたことは日記にも全部残してるの。竜兵がいなかったら今頃私はこの世にいなかったと思うわ。中学時代のルリコは勉強が得意で、いわゆる真面目ちゃんタイプの生徒だった。そんなルリコを千里はからかうようになり、それがひどい嫌がらせにまで発展したのだ。あまりにも見ていられなかったので俺が止めると、当時の千里はこんなことを言ってきた。嫌がらせはやめてあげてもいいけど、代わりにあんたが私のおもちゃになってくれる？おもちゃ？嫌だって言うんだったら、ルリコのことはこれからも可愛がってあげることにする。ルリコを助けたいんだったら、あんたが犠牲になりなさい。わかったよ。それでルリコの嫌がらせをやめてくれるんだったら、何だってする。ルリコごときで、私のおもちゃになるとか、あんたも悪趣味だね。じゃあ、これからあんたは私の下っ端くんってことで。こうして俺は、千里の言いなりになって学生生活を送ることに。これでルリコが救われるのであれば、俺はそれでよかった。あれからもう20年近い年月が経っており、お互い立場も変わっていたが、それでも千里は自分がルリコよりも上だと思っているようだ。あの時のあんたの顔は今思い出しても惨めで面白かったわ。まあ子供の遊びみたいなもんだし、別に今は怒ってないんでしょ。それにしてもあんた昔とだいぶ変わったね。昔は超ダサい格好をしてたのに。昔のようにバカにし始める千里だったが、ルリコは全く相手にしていなかった。当時のルリコは引っ込み思案な性格だったが、今は違う。ルリコも負けることなく千里に立ち向かっていた。千里の方は中身は変わってないようだけど、見た目は私と同じようにだいぶ変わったんじゃない？昔はスリムな体型だったのに、そのお腹はどうしちゃったの？はあ？何よ。そう言うと千里は
顔を真っ赤にしてお腹を隠す。千里は美人であることには間違いはないと思うが、体型はだいぶ醜くなっていた。堕落した生活を送っていたせいか、お腹は出ており、足も当時のようにスラッとしていない。一方のルリ子は、ほぼ毎日ジムに行って運動をしているので、体は引き締まっている。千里は、ルリ子の体型を見ながら、悔しそうな表情を浮かべていた。すると、しばらく黙っていた早乙女が、声を上げる。お前とはもう離婚だ。お前がそんな最低な女だとは思わなかったよ。俺も、女を見る目がなかったんだな。待って、離婚って本気で言ってる？人を追い込むほどの嫌がらせをするようなゲス女と、これからも一緒にいたいと思うか？しかもお前は、俺の金で好き勝手やって、家にいても何もしてなかったよな。家事だってほとんど俺がやってたようなもんだし。わかった。これからちゃんと家のこともするから。だから離婚だなんて言わないでよ。千里の目には涙が浮かんでいる。千里はどうにか離婚を食い込めようとするが、早乙女の意志は変わらないようだった。何を言っても無駄だ。俺はもうお前とは別れる。これからはお前は一人で生きていけ。旦那に見捨てられた千里は、そばにいた瑠璃子を睨みつけ、思い切りビンタをした。あんたのせいで、旦那に捨てられちゃったじゃない。どうしてくれるのよ。全部あんたが悪い。あんたがあの時、消えてくれればよかったのに。そう言って、千里は再び、瑠璃子を叩き始めようとする。俺が止めに入ろうとすると、先に早乙女が動いた。早乙女は千里を思い切り突き飛ばす。さらに早乙女は倒れた千里に強いビンタをかました。千里は信じられないと言った顔で早乙女を見ている。何するの？それはこっちのセリフだ。お前こそ姉さんに何しやがるんだ。てめえのことは一生許さねえからな。離婚したら二度と顔を見せるんじゃねえ。分かったな。あなた、俺はもうお前の旦那を続ける気はねえから、さっさと離婚してあの家からも出て行ってもらうからな。これまで千里は早乙女に本気で怒鳴られたことがなかったのだろう。その場で泣き崩れてしまった。そんな妻をよそに、早乙女は俺と瑠璃子に向かって深々と頭を下げてくる。早乙女は千里の代わりに何度も謝罪をしてくれた。もう頭を上げてくれ。あくまでも瑠璃子を傷つけたのはお前じゃなくて千里だ。俺も瑠璃子も早乙女を責める気はねえよ。そもそも俺は早乙女が入ってきた頃からお前が千里の旦那だってことは知ってたんだからな。そうだったんですね。俺も瑠璃子も千里のことは憎いが、早乙女に対しては何の恨みも持っていない。むしろこれまで俺の右腕として支え続けてくれたことを感謝している。俺はこれからも早乙女と働きたいと思ってる。お前が良ければこれからもうちで働いてくれ。俺がそう言うと、早乙女は大粒の涙を流し始める。再び早乙女は深々と頭を下げてきた。ありがとうございます。もちろんこれからも働かせていただきたいです。こんな俺ですが、よろしくお願いいたします。それから早乙女は、千里を連れて事務所から離れていった。きっと家に帰って今後の話し合いをするためだろう。この出来事から数週間が経った頃、早乙女と千里は離婚したと聞かされる。離婚してから千里は両親を頼ることもできなかったので、一人で暮らし始めたらしい。一人暮らしを始めてからというもの、千里はギャンブルにはまってしまい、多額の借金を抱えるように。サラ金だけでは足りず、千里は闇金にも手を出してしまったと噂に聞いている。これから千里には、ろくな人生は待っていないことだろう。早乙女の方は、相変わらず吉倉組で働いている。
誰よりも仕事熱心で、俺はいつも早乙女に支えられている。こんな俺を働かせ続けてくださって本当にありがとうございます。あの時は絶対クビになるだろうと思ってたので、早乙女がうちからいなくなったら組が潰れちまうからな。俺が早乙女をクビにさせるようなことは、たとえお前が俺を裏切ったとしてもないだろうな。何言ってるんですか。俺が組長を裏切るわけないじゃないですか。もちろんわかってるよ。早乙女のことはうちの人間の中でも一番信頼してるからな。お前が俺の部下で本当に誇らしいよ。そう言うと早乙女は嬉しそうに笑みを浮かべる。いずれ俺はお前にこの組を任せたいとも思ってるんだ。早めに引退して残りの人生はルリ子と楽しみたいと思ってな。その時は引き受けてくれるか。もちろんです。吉倉組のトップにふさわしい男になれるようこれからも精進していきます。早乙女は深く頭を下げてくる。そんな姿を見て俺は自然と笑みがあふれてしまった。俺はルリ子を深く傷つけた千里に復讐ができたことが何よりも嬉しい。ルリ子もずっと忘れられずにいたので、だいぶ気持ちがすっきりしたようだ。これからも俺は愛する妻と共に楽しく幸せな人生を歩んでいきたいと思う。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。俺の名前は亀井亮次。俺は今年で還暦を迎えた。この日は一人息子と行きつけの寿司屋に行くことに。しかし息子は急な仕事が入ってしまったので後から来ることになった。俺は先に寿司を堪能して待っていることに。あっと、食事をしていると突然一人の男がぶつかってきた。おっさん、そんなとこにいたら邪魔じゃねえか。うわ、しかもお前のせいで俺の大事な服がびしょ濡れじゃないかよ。男はかなり酒に酔っている。この男は少し離れた席でもう二人の男と飲んでいた。男たちの年齢は30代前半といったところだろう。店に入った時から三人は大騒ぎしており、俺はずっと気になっていた。大将も呆れながら彼らを見ていたが、お客様ということもあって強く注意できなかったようだ。また三人は大柄で柄の悪い見た目をしている。大将も彼らとの間に問題を起こしたくなかったのだろう。一人の男がぶつかってきた後、もう二人の男も俺のそばにやってきた。お前、兄貴のスーツを汚しやがって。もちろん弁償代は払ってくれるんだろうな。兄貴のスーツは高えんだぞ。ぶつかってきたのは男の方だが、俺もトラブルを起こすのは嫌だったので、ここは彼らに従うことにした。わかった、スーツ代は弁償するよ。これで解決するかと思いきや、ぶつかってきた男は弁償代だけでは満足がいかないようだった。男は俺にこんな要求をしてくる。弁償代だけで済むと思ってんじゃねえよ。お前は俺の食事を妨害したんだから、罰として俺らの寿司代も払ってくれ。それはさすがに違うんじゃないか。なんだ、俺に逆らうのか。兄貴と呼ばれた金髪スーツの男はニヤニヤと顔を近づけながら俺を脅してくる。彼は俺を怖がらせているつもりなのだろうが、俺からすれば一つも怖くない。懸命にビビらせようとしてくる彼を見て、俺は心の中で笑っていた。
俺らの会計払えや。さもないと。さもないとどうなるんだ。お前は俺らの正体が分かってねえから余裕ぶっていられんだろ。実は俺らヤクザなんだよね。彼らは誇らしげに笑っている。ヤクザだといえば俺がビビって金を出すとでも思っているのだろう。しかしそれくらいのことで俺は怯えたりはしない。ヤクザだからなんだって言うんだ。君たちがヤクザだからって俺が君たちの会計を負担しなきゃいけない義務はないだろう。もしかしておっさん、俺らがヤクザだってこと信じてないのか？いや、信じてるよ。最初に見た時から仇ではないことはなんとなく察してはいたからね。だったらなんで余裕そうなんだよ。なんでだろうね。君たちは知らない方がいいと思うぞ。はあ、俺らのことバカにしてんのか。思い通りの反応を見せない俺に三人の色立ちは大きくなる。こんなやりとりをしていると厨房から大将が姿を見せた。大将は焦った様子で俺たちの元に駆け寄ってくる。おいおい、りょうじくんに何をしてるんだい。大将、このおっさんと知り合いなのか。まあな、君たち悪いことは言わないから、りょうじくんにはあまり深く関わらない方がいい。地獄を見るのは君たちなんだから。はあ、こっちは大事なスーツを汚されたんだぞ。俺には弁償代と寿司代を請求する権利があるんだよ。汚された。一体何があったんだ。厨房で作業をしていた大将は俺たちに何があったのか理解していないようだった。そこで俺はここまでの経緯を大将に説明することに。すると大将は再び三人に忠告をし始めた。りょうじくんに因縁をつけて金を奪い取ろうとするのはやめた方がいい。絶対に後悔するから。因縁じゃねえよ。俺が別の席に移動しようと思ったらこのおっさんが邪魔してきたんだ。こんな場所でのんきに一人で寿司食ってるおっさんが悪いんだろう。そう言うと男は俺の食べかけの寿司に残りの水をぶっかける。その様子を見ていた大将はさらに青ざめる。何をしてるんだ。君たちは消されたいのか。大将は震えた声で三人に言い放つ。しかし何も知らない三人はゲラゲラと笑い始める。消される、ヤクザの俺らが消されるわけねえだろうが。むしろ俺らに消されるのはこのおっさんだ。大将も俺らに生意気な口聞いたら俺らが消しちゃうよ。俺らはジジイだろうと容赦しねえからな。すると今度は大将を脅し始める三人。大将に怪我をさせるようなことはしたくなかったので俺はその間に入った。おいおい、大将に手を出すのはやめなさい。大将は関係ないだろう。じゃあお前は約束通り金を払ってくれるってことでいいんだな。もし逆らったらどうなるか分かってるよな。そう言うと金髪男は嫌な笑みを浮かべながら俺の胸ぐらを掴んでくる。大将は慌てて止めようとしてくれたが、そんな時厨房の方から電話が鳴り始めた。大将は店の方を優先してください。俺は大丈夫ですから。そうか。そのまま大将は厨房の方へ行き電話を取る。電話の相手はデリバリー注文のお客様だったようだ。大将がいなくなると三人は再び俺を脅してくる。おっさん、
金はいくら払ってくれんの？俺らの時間を無駄にしたんだし、相応の金額は払ってくれるんだろうな。君たちはそんなに金が欲しいのか？そりゃ金はあって困るもんじゃねえしな。その様子だと、君たちは今までもいろんな人間を恐喝してるんだろ。だったらなんだって言うんだよ。俺らはヤクザなんだから、ヤクザの特権を使わねえともったいねえだろ。君たちの組長は、仇を騙して金儲けをしてこいって言ってるのか。いちいちうるせえな。おっさんには関係ねえじゃねえか。三人は、なかなか金を出そうとしない俺に、苛立ちを大きくさせているようだ。すると、一人の男がテーブルを乱暴に叩いて威嚇してくる。幸い、この時は俺とこの三人以外にお客さんは来ていなかった。もともとこの店は大将の一人営業だったので、店員などもいない。この三人は、後からやってきた俺が高齢のおっさんだったので、いいカモになると思ったのだろう。もしかしたら、金髪男がぶつかってきたのもわざとだったのかもしれない。すると金髪男は俺の胸ぐらをつかんで拳を突きつけてくる。おっさん、これ以上俺らのことを待たせるんならさすがに怒っちゃうよ。ヤクザだって暇じゃねえんだよ。じゃあいくら払えば満足なんだ。俺がこう問いかけると、三人はお互いの顔を見合わせながら、嬉しそうに笑みを浮かべる。おっさん結構いい年齢だし、そこそこ稼いでるんだろう。だったら、俺らに100万くらい恵んでくれよ。さすがに100万くらいは持ってんだろう。100万ね。君たちはその程度の金で満足なのか。もしかしてもっとくれるの？だったら300万払ってくれよ。わかった。マジで？ああ、そんなに金が欲しいんだったらくれてやるよ。だが、その分リスクが高いぞ。リスクってなんだよ。おっさんから金をもらうだけなんだから、俺らにリスクもクソもねえだろ。そう言って、三人はゲラゲラと下品に笑い始める。三人とも金が手に入るとなって完全に浮かれていた。お前ら、命を失う前の人生最後のネタ、何にするか。すると大将が俺の背後から三人に問いかける。大将は哀れな表情をしていた。どうやら少し前に電話を終えて、離れた場所から俺たちのやりとりを聞いていたようだ。俺の正体を知らない三人は、大将がどうしてこのような発言をしたのか、全く分かっていないようだった。あんた何を言ってるんだ？なんで人生最後のネタになるんだよ。君たちは、りょうじくんの正体を分かっていないようだね。はあ、このおっさん、どこかのお偉いさんなのか？ま、どっかの社長だったとしても、ヤクザの俺らの方が立場は上だけどな。確かにそうだな。ヤクザにはかなわねえだろう。何も知らない三人は、余裕の笑みを浮かべて、再び笑い始める。そんな三人を見ながら、大将は大きなため息をついた。君たちは何も分かってないんだね。君たちがヤクザだろうと、りょうじくんにはかなわないぞ。ああ、どういうことだ？亀井組って言ったらわかるか。亀井組！大将が組織の名前を口にした途端、三人の顔色は大きく変わる。三人とも動揺し始めているのが伝わってきた。この人が亀井組の何だって言うんだよ。
リョウジ君は仮面組の会長さんだ。え？大将の発言に三人は目を大きく見開く。驚きを見せる三人に俺は満面の笑みを向けた。マジで仮面組の会長なんですか？そうだよ。この俺に300万を払えとは、君たちもなかなかいい度胸をしてるよな。まあ約束通り金は払ってやるから安心しなさい。マジかよ。先ほどまでの態度とは変わって三人はひどく動揺していた。大将、なんで仮面組の会長だって教えてくれなかったんだよ。大将は知ってたんだろう。俺は何度も忠告しただろう。君たちが忠告を無視したのが悪いんだろう。ちゃんと会長だって言ってくれねえとわからねえだろう。おいおい、大将のせいにするのはやめなさい。俺に絡んできたのはあくまで君たちなんだから。俺が止めると三人はそのまま黙り込んでしまう。三人はこれからどうしたらいいかわからずにいるようだ。そのまま三人と話を続けようとしたとき、店の扉が勢いよく開く。そこには息子の姿があった。父さん、遅れちまって悪いな。うわ、あの人って組長だよな。マジかよ。なんでよりによってあの人が。こいつらは誰だ？どうやら三人は息子と面識があったようだ。息子の姿を見た途端、三人はガタガタと震えていた。しかし息子の方が彼ら三人を全く覚えていなかったようだ。ああ、俺のことを知ってるのか。はい、組長さんがまだ若頭だった時に一度だけ会ったことがあります。まあ組長さんは俺らのことなんて覚えてないと思いますが。息子は5年前まで仮面組の若頭をやっていた。当時から息子は鬼のように喧嘩が強いことで知られており、数多くの伝説も持っている。今の俺はきっと息子と本気で戦ったら負けてしまうだろう。息子は仮面組で働いた時から喧嘩番長として組を守ってくれていた。彼ら3人も過去に息子と戦った経験があるようだ。この感じだと3人はあっけなく息子に負けてしまったのだろう。息子は喧嘩の弱い相手のことは覚えていない。彼ら3人はきっと息子の足元にも及ばないのだろう。詳しい事情を知らない息子に俺はこれまでの経緯を説明した。なあ、お前ら親父に金を要求したのか。仮面組の会長を恐喝するとは、随分といい度胸をしてるじゃねえか。息子が彼らを睨みつけながら言い放つと、三人はその場に膝をつけて土下座をし始めた。仮面組の会長さんとは知らず、無礼な態度をとってしまい申し訳ありませんでした。今回の件は深く反省しております。金はいりませんので、今回は多めに見ていただけないでしょうか。俺にぶつかってきた金髪男は、涙目で息子に訴えかける。しかし息子は、簡単に許すつもりはないようだ。俺は仮面組の組長なんだぞ。謝罪されて簡単に許すような人間に見えるか。それは、お前らもヤクザだって言ってたよな。どこの組織の人間なんだよ。息子の問いかけに三人は何も答えようとしない。すると息子は苛立ちを大きくさせながら金髪男の胸ぐらをつかんだ。おい、俺の質問が聞こえてねえのか。どこの組なのか教えろって言ってんだよ。10秒以内に答えねえとお前らの口をこの場で縫い付けてやんぞ。やめてください。だったら早く吐け。実は俺らはヤクザなんかじゃないんです。なんだと？俺らに嘘ついてたってことか。
もともとはヤクザだったんですけど、事情があって数ヶ月ほど前に辞めてしまって。金髪男は冷や汗をかきながら小さな声で答える。ここで俺は疑問に思ったことを彼らに聞いてみることに。君たちはどこの組織に所属してたんだ？清原組です。清原組はなかなか立派な組織じゃないか。どうして辞めちまったんだよ？まあ、ちょっとした問題を起こしてしまって。なるほどな。要するにクビになったってことか。そうですね。清原組は亀井組と同じくらい勢力のあるヤクザだ。亀井組の組長とは昔から仲良くさせてもらっている。俺は彼ら三人のことを知らなかったので、おそらく彼らは清原組の中でも末端の人間だったのだろう。君たちは組織を辞めてからもヤクザを名乗ってたのか？俺の問いかけに三人は再び黙り込んでしまう。すると息子が一人の男の胸ぐらを勢いよくつかむ。おい、親父が質問してんだろ。お前らには口がねえのかよ。すみません。すみませんじゃなくて、質問に答えろって言ってんだよ。そう言うと息子は胸ぐらをつかんでいた男を地面に叩きつける。投げつけられた男は小さな悲鳴を上げて床に倒れ込んだ。すると男も黙っているわけにはいかないと思ったのか、真実を語り始める。清原組を辞めてからも、俺ら三人は組員のふりをして過ごしていました。どうしてだ？クビになった腹いせってことか。それもゼロではありませんが、やはりヤクザだって言うと、大抵の人間が怯えるので。なるほどな。お前らは自分がヤクザだって言って、片毛から金を奪ってたのか。だいぶいい商売をしてるじゃねえか。すみません。それで、ジジイの俺だったら、簡単に金を巻き上げられると思ったんだな。俺も随分と舐められたもんだな。違うんです。俺らも亀井組の会長さんだって分かっていれば、こんなこと。言い訳を並べて、罪から逃れようとしている男に腹が立ったのか。息子はそばにあった水を男にぶっかける。てめえ、俺の親父が悪いって言いてえのか？親父が自分の正体を明かさなかったから、親父に非があるって言いてえのか？なあ。違います。もちろん悪いのは俺らです。そうだよな。はい。会長さんは何も悪くありません。もちろん責任は取らせてもらいますので、どうか命だけは勘弁してください。さすがに命までは奪わねえが、今回の件はしっかりお前らの元組長さんにも伝えねえとな。息子が三人にこう言葉をかけると、彼らの表情はこの上ないほどに青ざめる。組長に報告されるのだけはどうしても避けたいのだろう。すると三人は再び土下座をし始める。お願いします。どうか組長にだけは秘密にしていただけないでしょうか。俺からもお願いします。組長に報告されるのは本当に困るんです。なんだ、なんかお前らに不都合でもあるのかよ。もし清原組の名前を汚すようなことをすれば罰金1億を請求するって言われてるんです。俺にも家族がいますし困るんです。三人は涙ながらに息子に訴えかけてくる。あまりにも必死にすがってくる三人に、息子も少し動揺しているようだった。もしかしたら何か深い事情でもあるのではと思い、俺は彼らに聞いてみることに。お前らは何か理由があって金を集めてたのか。すると金髪男がある事実を語り始める。俺には5歳の息子がいるんですが、
重い病気にかかってしまって入院してるんです。完治するには手術が必要で、まだまだ金が足りないんです。悪いことだっていうのは分かってるんですけど、これしか方法がなくて。お前ら二人もこの男に協力して金を集めてたってわけか。はい。金髪男の息子は今も病院におり、彼は毎日息子のお見舞いに行っているようだ。自分の息子が弱っていく姿を見て、彼も見ていられなくなり、この日は二人と一緒に酒を飲んでいたらしい。三人は下を向きながら悲しそうな様子を見せていたが、表情は見えない。そんな姿を見て、俺は怪しんでいたが、息子の方は金髪男の話を信じている様子だった。息子は彼の話にすっかり同情しているようだ。俺にも娘がいるから、お前の気持ちはわかる。お前も苦労してたんだな。息子の手術費用は俺が負担してやるよ。本当ですか？息子がそう告げると、三人は歓喜の表情を浮かべる。実は俺の娘も3歳の時に重い病気になったんだ。今はすっかり元気だが、お前の辛さは身に染みてわかるからな。ぜひ俺にも協力させてくれ。ありがとうございます。金髪男と息子は熱い握手を交わしていた。このまま話が終わろうとしていたが、どうしても腑に落ちなかった俺は口を挟んだ。君は本当に病気の息子がいるのか？本当ですよ。今も入院して苦しんでるんです。男はこう言っているが、目は完全に泳いでいる。どうしても俺は彼の言葉を信じることができずにいた。俺はこいつが嘘を言っているようにしか見えない。こいつらは息子が金をやると言った瞬間に目の色が変わった。これは嘘をついている時の目だと思ったんだ。そんなことはありません。俺は何一つ嘘なんて。だったら真実を確かめさせてくれ。どういうことですか？お前の息子が本当に入院してるのか病院に確認させてもらいたいんだよ。それかお前が奥さんに連絡して真実かどうか証明してもらう形でも構わない。でも病院だと迷惑はかかりますし。じゃあお前の奥さんに電話をしろ。いや、妻は仕事してて電話に出ないと思いますし。かたくなに連絡をしたがらない男を見て、息子も怪しさを覚え始めているようだった。先ほどまでの優しい表情ではなく、冷め切った顔をしている。連絡したくねえってことは、俺に嘘ついたのか？まさか、組長さんに嘘をつくようなことは絶対にしませんよ。だったら連絡できるよな？今すぐここでお前の嫁に電話しろ。できないんだったら、お前ら三人、ここで始末するぞ。わかりました。命を失うのだけは避けたかったのか、男は震えた手で電話をかけ始める。しかし、なかなか彼の妻は電話に出ないようだった。やっぱ仕事中みたいですね。もしかしたら今日はもう繋がらないかもしれません。男は息子の方を見ながらヘラヘラと話す。やけに嬉しそうに語る彼を見て、俺の疑いはさらに大きくなる。そのまま男は電話を切ろうとしたが、そのタイミングで男の妻が電話に出る。息子は周囲に聞こえるようスピーカーにするように指示をした。それから男は妻と話をし始める。電話越しの妻はやけに不機嫌そうだった。いきなり何？もうあんたと話なんかしたくないんだけど。ちょっとお前に確認したいことがあって連絡したんだよ。は？何？ゆうすけは今朝体調が良くないって言ってたけど、調子はどうなんだ？何言ってんの？それにしても早く手術ができるといいよな。俺もゆうすけの病気を一日でも早く治してやりたいって思ってるんだ。あんたさ、さっきから何意味不明なこと言っちゃってんの？
ゆうすけは病気なんかしたことないし、今も元気よ。勝手に病気にするなんて何考えてるわけ？それにあんたとはもう赤の他人なんだから、電話してこないで。あんたの声を聞いてるだけでイライラするの。そんなこと言わないでくれよ。ああ、そうだ。先月の養育費、まだ振り込まれてなかったから、しっかりお願いね。それじゃさようなら。そのまま電話は一方的に切られてしまった。電話を終えた金髪男は下を向いてガタガタと震え始める。怖くて息子の顔も見れないのだろう。息子はそんな金髪男の胸ぐらを掴んで思い切り投げ飛ばした。お前、やっぱ嘘ついてたんだな。申し訳ありません。必死に謝る金髪男だったが、息子はどうしても許せなかったのか、何度も蹴りを加える。息子の足は金髪男の顔面にヒットし、彼の鼻からは鼻血も出ていた。改めて話を聞いてみると、男は1年ほど前に離婚していたらしい。息子がいたのは事実だが、病気でもなく健康体とのこと。男は育児を妻に任せ、自分は借金をしてギャンブル三昧な日々を送っていたために見放されてしまったようだ。息子は嘘をつく人間が大嫌いだ。それから男は何発も息子に殴られた。お前らもこいつの嘘に気づいてたんだよな。金髪男を殴り終えた後、息子は他の二人に問いかける。二人はボロボロになった金髪男を見て青ざめていた。おい、どうなんだ。申し訳ありませんでした。謝るってことはお前らも知ってたんだな。どうして俺に真実を言わなかったんだ。金に目がくらんでしまって本当に申し訳ありませんでした。仕方ねえ。お前らの根性も叩き直してやらねえといけねえようだな。そう言うと息子はゆっくりと二人のもとへ近づいていく。二人は息子の顔を見ながらガタガタと震えていた。殴るのは勘弁してください。俺らにできることだったら何だってしますから。二人は必死に命乞いする。涙ながらに訴えかけてくる二人を見て息子は大きなため息をついた。お前らは元ヤクザのくせに肝が据わってねえんだな。俺に殴られるくらいで泣いてんじゃねえよ。お願いします。何でもしますから、殴るのは勘弁してください。あんまり簡単に何でもするって言わねえ方がいいぞ。俺はヤクザなんだからな。もしかしたら無茶な要求をするかもしれねえんだぞ。にやりと不敵な笑みを浮かべる息子を見て、三人はさらに青ざめる。すると三人は床に額をつけて土下座をし始めた。この度は組長さんと会長さんに失礼な態度をとってしまい申し訳ありませんでした。金もいりませんし、今回の件は俺らの責任ですので、俺らが責任を持って罰金でも慰謝料でも払います。三人で最後まで責任を果たそうと思いますので、どうか命だけは勘弁してください。三人は震えた声で謝罪の言葉を口にする。息子に嘘までついた三人だったが、彼らなりに反省はしているようだ。店内は少しの間、沈黙が走る。頭を下げ続ける三人に、息子はこう言った。お前ら金に困ってるんだろ。だったらうちで働くか。でも亀井組は優秀な人間しか入れないって。俺らは組長から使えないって言われて、清原組をクビになった人間ですよ。安心しろ。うちにはしっかり指導してくれる奴らも数多くいる。特に俺は、お前らのような出来の悪い人間を育てるのが得意でね。お前らのような男は、育てがいがあると思って、ぜひうちで引き取りたいと思ったんだよ。亀井組は、部下に対する指導が厳しいことでも有名だ。亀井組に憧れて組織に入りたいと志願してくる人間も多いが、
研修中にあまりの厳しさに辞退してしまう人間も多い。昔から息子は後輩の面倒見がとても良かった。俺が感心するくらい熱い指導をしてくれ、どんなに出来の悪い人間も息子にかかれば立派に成長する。息子は幼少期から周りに困っている人間がいると放っておけないたちだった。三人に対しても同じような感情を抱いたのだろう。お前らが嫌だって言うなら無理には言わない。そうですね。俺らには加盟組で働く根性はないと思いますし。じゃあ俺の誘いを断るってことだな。申し訳ありません。じゃあ、お前らには一人100万ずつ、ここで支払ってもらう。え？当たり前だろ。お前らは俺たちの大事な食事の時間を奪ったんだから、金で弁償するのは当然だよな。待ってください。今すぐ払えってことですか。そうだよ。お前らの金を今日の寿司代の足しにしようと思ってな。その金でうちの組員にもうまい寿司を食わせてやろうと思う。今すぐここに100万を置いていってくれたら、お前らはこのまま帰ってくれて構わない。三人はお互いの顔を見合わせながら、どうすべきか悩んでいる様子だった。どうせお前らには金がないんだろう。息子が三人にそう問いかけると、彼らは同時にうなずく。だったらうちで働くしか道はねえな。早速今日から働いてもらおうか。でも、どうしても嫌だって言うなら、俺にも考えがあるんだが、あんまり俺を怒らせないでくれるか。申し訳ありません。だったら、俺の命令通り働いてくれるよな。息子が念を押すように問いかけると、三人は小さくうなずいた。おいおい、何嫌そうな顔してんだ。ここはありがとうございますって、感謝の言葉を述べるところだろう。俺はお前らの命を救ってやったんだぞ。ありがとうございます。おい、もっと声を張って喋れ。息子に怒鳴られ、三人は大声で感謝の言葉を口にする。この時は三人とも絶望しきった顔をしていたが、加盟組に入ったことで彼らの人生はいい方向へと進んでいったようだった。この日を境に三人は加盟組のメンバーとして働くことに。三人には一人ずつ兄貴分がつけられ、厳しく指導が施された。時に息子が指導に当たることもあったらしい。最初は反抗的な態度を見せることもあった三人だったが、次第に仕事に対して意欲的になっていく。数ヶ月が経った頃には、まるで人が変わったかのように真面目に取り組むようになっていた。息子は辞めたければいつでも辞めていいと言っているらしいが、三人は自らの希望で加盟組に残っているようだ。あの出来事から少し経った頃、三人は直接俺に謝罪にも来てくれている。寿司屋の件は大変申し訳ありませんでした。お詫びと言ってはなんですけど、これ受け取ってください。彼らが渡してきた封筒には札束が入っていた。その金は彼ら三人が働いて得たお金だろう。俺はその封筒を彼らに返した。これは君たちが使いなさい。でも、君たちが汗水流して得た金なんだろう。大事に使わなきゃ金がもったいねえじゃねえか。それにお前らはまともな生活もできてねえんだろうし。三人でたまにはうまいもんでも食ってこい。三人はその後も俺に受け取らせようとしたが、俺はそれを頑なに拒んだ。親父は会長のような組長になりたいっていつも言ってるんですよ。そうなのか。はい、親父の一番の憧れは会長だっていつも言ってますよ。会長の姿を見てヤクザになりたいって思ったみたいですね。息子からは直接そんな話を聞いたことはない。きっと息子も恥ずかしくて、面と向かって話すことはできないのだろう。それからしばらく経ったある日のこと、俺と息子はあの寿司屋に来ていた。
もっと気を引き締めて、少しでも親父みてえな組長に近づけるよう努力しねえとな。お前は十分立派だよ。いいや、俺はまだまだだ。親父の組もさらに大きくさせるのが俺の仕事だしな。それは楽しみだな。こんな男らしくたくましい息子がいて誇らしいばかりだ。これからも俺は息子と仮面組をそばで見守っていきたいと思う。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。俺の名前は平田直也、30歳の会社員だ。俺は上からの命令で社運がかかった重要な商談を任されることに。しかしその当日に事件が起こってしまう。大丈夫ですか？駅前を歩いていると、前を歩いていた女性が急に倒れてしまったのだ。女性の年齢はおそらく40代半ばくらいだろう。まるで女優のような綺麗な顔立ちをしていた。すぐ病院に連れて行きますね。すみません。どうやらその女性は持病があったようだ。行きつけの病院があったらしく、俺はタクシーを呼んで連れて行くことに。その病院は少し離れた場所だったので、間に合わないのではと不安だったが、なんとか女性の意識は病院まで持ってくれた。病院に着いてからは医者に任せ、俺も心配だったので安否を確認してからその場を後にすることに。医者は30分ほどで俺の元にやってきて、女性は無事だと伝えられた。よかった。女性が無事だと分かり、俺は胸をなで下ろした。女性から俺の名前と勤め先を聞いておいてほしいと言われたらしく、俺は医者に名刺を渡しておくことに。それから俺は病院を出て急いで商談先へと向かう。この日の商談は課長と同行することになっており、俺は病院で女性を待っている間すでに連絡はしていた。課長も事情を理解してくれ、そのことを先方にも伝えてくれていたらしい。俺が到着した頃にはすでに商談はほぼ終わりの状態で、課長がほとんど進めてくれていたようだった。本日は大幅に遅刻してしまい大変申し訳ありませんでした。いいんだよ、平田君は人助けをしていたんだろう。先方との商談もうまくいったし、むしろ先方も平田君のことを褒めていたじゃないか。全く気にすることはないよ。課長の言う通り、先方は俺を一切責めてくるようなことはなかった。この日の商談相手は10年以上付き合いのある企業で、俺は担当者とも仲がいい。元から信頼関係もあったこともあって、先方も疑うことなく信じてくれたようだった。女性も助かり、商談も成功。これで一件落着と思いきや、そうではなかった。会社に戻り、俺と課長は商談の件を社長に報告しに行くことに。その際に遅刻したことを正直に伝えると、社長は顔を真っ赤にして怒り始めた。商談に遅刻だと？お前、今日の案件は10億の金がかかってんだぞ。お前には責任感というものがねえのか。新藤社長は1年ほど前に社長になったばかりだ。もともとは新藤社長の父親である会長がこの会社のトップだった。しかし会長は別事業に専念するため、この会社のトップを息子に任せることに。会長は仕事も早く人望も厚い人だったが、息子である社長はまるで正反対。面倒な仕事は社員たちに押し付け、まるで奴隷のように扱ってくるのだ。特に男性社員に対しての当たりがきつかった。新藤社長がトップになってから数人の社員が辞めてしまっている状況だ。
うちの会社は離職率が低いことで評判が高かったので、異常事態だった。しかし社長は自分のせいだとは思っていないようだ。責められ続けている俺に、そばにいた課長がフォローに入ってくれた。社長、今回の商談はうまくいったんですし、そこまで言わなくても。何を言ってるんだ。俺は大事な商談に遅刻したことが気に入らないんだ。下手したら10億の損害が出てたんだぞ。そんな時、職場に一本の電話がかかってくる。人事から俺に代わってほしいと言われたので、電話に出てみることに。その相手は、先ほど俺が助けた女性からだった。女性はこちらが恐縮するほどお礼を言ってくれる。また、女性は渡辺組という組織の奥さんであることも分かった。電話を終えると、社長が俺の方をじっと見つめてくる。さっきの女、渡辺組とか言ってなかったか？そうですが、社長はご存知なんですか？知ってるも何も、そこはヤクザだぞ。そうだったんですね。どうやら俺が助けた女性は組長の奥さんだったようだ。まさか相手がヤクザ関係者だとは思わず、俺も驚いてしまった。たく、社会のゴミなんか助けやがって。そんな言い方はひどいですよ。たとえヤクザの方であっても、俺たちと同じ人間であることには変わりはないんですから。なんだ、お前はヤクザの味方をするのか。お前みたいな責任感のないクソ野郎はもう来なくていい。ちょっと待ってください。さすがに理不尽すぎませんか。俺はここの社長なんだぞ。俺が帰れって言ったらお前は帰るんだ。そして明日からも来なくていい。それってクビってことですか？そうだ。まあ10億払ってくれるんだったらこのまま雇ってやってもいいけどな。ただの平社員のお前には10億なんて金用意できねえだろ。無理に決まってるじゃないですか。じゃあ帰れ。そして二度と姿を見せるな。社長にこう言われ、俺は仕方なくその場から立ち去ることに。会社から出ようとすると、一人の女性社員から声をかけられた。平田さん、少しお話できますか？声をかけてきたのは木下さんだ。彼女は俺よりも2歳年下の若い社員で、社内一の美人社員としても評判が高い。木下さんはこれまでの事情を聞いてくれ、俺に笑顔でこう言ってくれた。平田さんがクビになるようなことは絶対にないので安心してください。え、平田さんが助けた相手は渡辺組の奥さんなんですよね？だったら私の方でどうにかできると思います。でも無関係な木下さんを巻き込むわけには。いいんですよ。私も平田さんには感謝していますし、ここは任せてください。私だってあの社長にはうんざりしてますしね。職場ではいつも謙虚な姿勢で仕事に取り組んでいる木下さんだったが、彼女はうちの得意先の社長令嬢だ。しかし木下さんは社長令嬢だからといって他の社員たちに上から目線の態度を取るようなこともしない。入社した当時も自分から社長令嬢であることは明かさず、俺たち社員は彼女が入社して1年が経った頃に正体を知った。いつも謙虚で前向きな姿勢で仕事に取り組む彼女は人望も厚かった。きっと男性からも好意を持たれることが多いのだろう。それから俺は木下さんと別れて帰宅することに。もやもやした気持ちは残っていたが、ひとまず翌日もいつも通り出社することに。おい、なんで会社に来てるんだ。お前のことはクビにしたはずだろ。俺が会社に入ろうとすると社長に呼び止められる。
普段はお昼頃に出社する社長だったが、この日は珍しく通常の出勤時間に来ていたようだ。あんな簡単に社員の首を切るなんて納得がいきません。ああ、お前は社長の俺に逆らうのかよ。社長だろうと市場で社員の首を切るなんて許されないことだと思います。会長が知ったら怒るんじゃないですか。お前ってやつは生意気だな。平社員のくせにいつから偉くなったんだよ。私は納得のいかないことには従うことはできません。社員にだって生活があるんですよ。社長はもう少し相手に対する思いやりの気持ちを持ったらどうですか。ああ、なんだと。社会のゴミを優先する奴はクビ。損害賠償10億払え。会社の外だというのに罵声を浴びせてくる社長。全く話が通じない社長に俺は呆れていた。その直後、黒塗りの高級車が勢いよくやってきて会社の前に停車。呆然として見ていると車の中から50代くらいの大柄な男性が出てきた。男性はゆっくりと俺たちの元に近づいてきて一枚の紙を見せつけてくる。10億だ、持ってけ。男性が持っていた紙は小切手だった。俺と社長は頭が追いつかず呆然としてしまう。そもそも目の前にいる男性が誰なのかさえわからなかった。あなたは誰なんですか。うちの会社の関係者じゃないですよね。俺は渡辺組の組長だ。俺の妻を助けてもらったお礼をしに来たんだよ。兄ちゃんが10億の損害賠償を請求されてるって聞いて俺が助けてやろうと思ってな。組長。さすがの社長も男性の正体を知り言葉を失っている。これまで俺はヤクザと直接対面したことはない。目の前にいる男性がヤクザだと分かり、俺は心臓の鼓動が自然と大きくなっていた。俺が怯えているのが伝わってしまったのか、組長は俺の肩を叩いてくる。安心しろ、俺はヤクザだが兄ちゃんに手出しすることはしねえからよ。兄ちゃんには妻を助けてもらって感謝してるんだ。心から礼を言うよ。そう言って組長は俺に深々と頭を下げてくる。俺はどう反応すればいいのか分からず戸惑っていた。そもそもどうして組長は俺が社長から10億を要求されていることを知っているのだろうか。この話は社内の人間しか知らないはずだったので、俺は不思議で仕方がなかった。どうして10億のことをご存知なんですか？恐る恐る尋ねてみると、組長は上を見て大声で笑った。すると組長は、ある事実を語り始める。10億の話は、ひなこちゃんから聞いたんだよ。木下さんのことですか？ああ、うちは建設会社もやってて、木下ホールディングスとも昔からつながりがあるんだよ。ひなこちゃんとも昔からの付き合いなんだ。木下ホールディングスは木下さんの父親が経営している会社だ。話を聞いてみると、木下ホールディングスの社長と組長は長い付き合いのようだ。組長は幼少期から木下さんのことを知っていたらしい。どうやら木下さんは俺がクビになりかけていることを父親に報告し、その件を組長にも伝えてくれていたようだ。木下さんがどうにかなると言っていたのはこのことだったのだろう。すると組長は手に持っていた小切手を再び社長の前に出した。ほら、さっさと10億受け取れよ。あんたは金が欲しかったんだろう。まあそうですが、うちだったらすぐに10億渡せるぞ。巨大組織ってこともあって金はたんまりあるからな。
お前がすぐ用意してくれって言うなら、今日中に10億用意してやってもいい。そう言って組長は社長に向かって不敵な笑みを浮かべる。社長は自分に差し出された小切手を見て固唾を飲んでいた。本当に10億も融資していただけるんですか？融資じゃなくて投資で構わねえぞ。投資ってことは返済しなくてもいいってことですよね。ああ、その代わりリスクも伴うけどな。まずはあんたに10億を受け取る権利があるのか証明してもらわねえとな。どういうことでしょうか。社員全員集めてお前がどんな人間なのか見極めさせてくれ。俺は信用できる人にしか金を渡したくないんだ。組長の要求に社長は戸惑いを見せる。それでも10億という大金はどうしても受け取りたいようだ。わかりました、すぐ社員を集めます。社長がそう返答すると組長はにやりと笑みを浮かべる。俺は組長が何を考えているのか全く見当がつかなかった。それから社長は全社員にアナウンスし、会社で一番広い部屋に社員たちを集める。社員たちは大柄で迫力のある組長を見てかなり驚いている様子だった。社員たちを集めた後、組長は社長にこんな命令をする。今すぐあんたの父親をここに呼べ。親父ですか？あんたの父親ともゆっくり話がしたいんだ。断るんだったら10億の話はなかったことにするけどな。わかりました。それから社長は会長に電話をかけ始める。意外にも会長はすんなり事情を把握したらしく、すぐに会社に来てくれることになった。社長職を降りてから会長は別事業の方で忙しくしており、ほとんどこの会社に姿を見せることはない。きっと会長も自分の息子が会社で好き勝手やっていることは全く把握していないのだろう。それから30分ほどして会長が姿を見せた。会長と対面するのは約1ヶ月ぶりだった。目の前にいる大柄な男性に驚くのかと思いきや、会長は意外な反応を見せた。お久しぶりです、渡辺さん。最後に会ったのは半年以上前ですかね。そうだな、進藤さんは全く変わってねえな。仲良さげに話す二人を見て、俺を含めた社員たちも驚いていた。社長もなぜ自分の父親がヤクザの組長と仲がいいのか疑問に思っていたようだ。親父、この方と知り合いなのか？ああ、渡辺建設とは過去に取引をしたこともあったからね。その時に渡辺さんにはいろいろとお世話になったんだよ。うちが赤字寸前になった時、融資してくれたのも渡辺さんだったんだよ。うちの会社が赤字寸前になってしまったのは、俺が入社して半年が経った頃だった。その時の俺は新卒で入社したばかりで、やっと仕事に慣れ始めてきた時、会社が倒産する可能性もあると聞いてひどく焦ったのを覚えている。この頃は不景気真っ只中ということもあって、俺はやっとの思いでこの会社に入社していた。100社近く受けて唯一内定をもらえたのがこの会社。俺を雇ってくれた会長には今でも感謝の気持ちでいっぱいだ。まだ入社して間もなかった俺はどうやって赤字寸前から巻き返したのか詳しい話は聞かされていなかった。どうやら渡辺組の組長は数億の大金を融資し倒産の危機を救ってくれたようだ。俺たちからすれば組長は命の恩人と言っても過言ではないだろう。ちなみに進藤社長は当時俺たちと同じように平社員として働いていた。特に問題を起こすこともなく
むしろ優秀な営業成績を叩き出し、会長からも褒められていたくらいだ。しかし社長は自分がトップになってからは随分と悪い方向へと変わってしまっていた。お前らは俺を楽にさせるために存在してるんだ。間違っても俺の顔に泥を塗るようなことは絶対にするな。もし少しでも会社の不利益になるようなことをすれば、給料はやらない。それとボーナスに関しても頑張った人間にしかやらないことにした。金が欲しけりゃ働け。俺の指示には絶対に従え。分かったな。社長は俺たち社員をまるで自分の奴隷のように扱ってくるように、社長に少しでも歯向かうようなことをすれば大変だ。中には手を挙げられた社員だっていた。それを他の社員が止めようとすると、今度はその社員に怒りの矛先を向ける。また平気で給料を下げてくることもあったので、社員たちも意見があっても言えなくなってしまっていた。きっと父親である会長は自分の息子があの時のように真面目に働いてくれているものだと思っているのだろう。組長は何も知らない会長にここに集められた経緯を説明し始める。お前の息子は彼に10億の損害賠償を請求しようとしてたみたいだぞ。10億どうしてだ。それから組長は俺が商談に遅刻してしまったこと、遅刻した理由が組長の奥さんを助けたためであることを説明。事情を知った会長は眉間にシワを寄せていた。それでどうして平田君が10億の損害賠償責任を負わなくてはいけないんだ。彼は何も悪くないじゃないか。でも平田は大事な商談に遅れたわけだし。じゃあお前は倒れてる組長の奥さんを放置して商談を優先しろって言うのか。金よりも人の命の方が大事だろ。この男は社会のゴミを優先する奴はゴミだとも言ってたな。え？どうやら組長は少し離れた場所から会社の前で俺と社長が口論しているところを見ていたようだった。その時の社長の暴言もしっかり録音してくれていたようだ。組長はその時の音声を流してくれた。音声を聞いた会長は信じられないといった顔をしており、聞き終わった後鋭い目で自分の息子を睨んだ。お前はなぜ平田君をクビにしようとしたんだ。しかも組長の奥さんを社会のゴミ呼ばわりするとは何事だ。今すぐここで土下座しろ。会長は今まで見たことがないような鬼の形相で社長を叱りつける。社長の方はあまりの迫力に驚いたのか言葉を失っていた。さらに組長は会長にある事実を語り始める。俺の調べによれば、新藤さんが退任してから4人ほど社員が辞めてるそうだな。中には鬱を発症して辞めたやつもいるみてえだぞ。ああ、数名の社員が辞めたことは知ってるが、鬱なんて話は聞いてないぞ。この男は彼を懲戒解雇扱いにして辞めさせてるからな。きっと父親にバレないように隠蔽したんだろう。なんだと？組長が語っていることは事実だ。確かにうちの会社にはうつを発症して辞めてしまった社員がいた。その社員は25歳の若手社員。控えめな性格で周囲と打ち解けるまでは時間がかかったが、仕事は真面目にこなしてくれる優秀な人材だった。社長は飲み会にもあまり参加せず、会議でも自分の意見を言わない彼が気に入らなかったよう、自分が社長になってからというもの、彼をターゲットにして毎日のようにいびり倒していた。彼は会社を辞める頃にはげっそりと痩せ細り、もともと少なかった口数もさらに少なくなってたと思う。他の3人の社員も社長と馬が合わず辞めてしまっていた。彼らの方は鬱などは発症せず、別の会社で活躍しているとのことだった。事実を知った会長は
顔を真っ赤にして、今にも息子に殴りかかりそうな勢いだ。社長もそんな会長の顔を見て、ひどく動揺していた。渡辺さんが言ってることは、事実なんだな。会長は鋭い目つきで社長に尋ねる。しかし社長は視線を外して、首を小さく横に振った。きっと組長さんは何か勘違いされてるのかと。今まで俺は社員を大事にしてきたし、辞めさせるようなことなんて何一つしてない。そうか、だったらここにいる社員たちに聞いてみよう。わざわざ聞かなくても俺がやってないって言うんだからやってない。俺を信じてくれよ。社長は会長に訴えかけるが、そんな息子を無視して会長は社員たちへ視線を向ける。君たちには正直に話してもらいたい。渡辺さんが言ってることは事実なのか。社員たちはお互いの顔を見合わせた後、意を決したように事実を語り始める。みんな包み隠さず社長のこれまでの悪事について説明した。パワハラは当たり前のように横行していたこと、社長が会社の金で私物を購入していたこと、ミスはすべて社員に押し付けていたこと。社員たちも我慢の限界だったのだろう。感情的になって話している社員も多かった。すべての悪事が明るみになると、会長は社員たちに深々と頭を下げる。今まで君たちが苦しんでいたのに、全く気づくことができずすまなかった。辞めてしまった社員にも俺から謝罪をしておこうと思う。うちの息子のせいで君たちに多大な迷惑をかけてしまって申し訳なかった。さらに会長は俺に対しても何度も謝罪してくれた。君にも不快な思いをさせてしまってすまなかった。もちろん君のことをクビにするつもりはないし、10億の損害賠償を請求することだってしない。本当に申し訳ない。会長は頭を下げたまま、しばらく上げようとしなかった。会長、頭を上げてください。もちろん私は会長を責める気はありません。ですがこれからも新藤社長の下で働くことはできません。もしこのまま新藤社長が社長ということであれば、私はこの会社を辞めます。俺がこう宣言すると、他の社員も俺に続いて自分の思いを伝え始める。私も新藤社長が社長なら続けられません。毎日のように怒鳴られるのはもう限界です。僕も新藤社長がいるんだったら辞めます。社員に暴力を振るう社長なんかと一緒に仕事なんてしたくありません。社長はここまで自分が嫌われているとは思わなかったのだろう。口をポカンと開けたまま呆然としていた。お前は随分と社員から嫌われてるんだな。悪いが今日限りでお前は社長を降りてもらう。待ってくれよ。俺はまだ社長になって1年しか経ってないんだぞ。だったらなんだ。まだ会社のことを全て理解しきっているわけでもないんだし、誰だって失敗はあるだろう。もう同じような失敗は絶対にしない。だから社長から降ろすのだけはダメだ。お前はこの会社からも去ってもらう。明日から来なくていいからな。はあ、じゃあ誰が社長をやるんだ。当面の間は俺が社長をやる。この会社には幸い優秀な社員が多い。この中から後継者を見つけることにするよ。突然の首宣告に社長は開いた口が塞がらないといった感じだった。さっきまで社員をクビにしようとしてたのに、自分がクビになるとは皮肉なもんだな。組長は間抜けな顔をした社長を見て笑みを浮かべていた。他の社員たちもざまあみろといった顔で社長を見ている。もちろん社長も簡単に受け入れるはずもなく、会長に抗議し始めた。俺には妻と娘がいるんだぞ。二人のためにもクビにされるのは困るんだ。安心しろ。
二人のことは俺が面倒を見てやる。ゆりかさんもお前とは別れたいって言ってたしな。嘘だろ。ゆりかさんというのは社長の奥さんだ。社長の奥さんは数回しか見たことがないが、かなり控えめな感じの女性だったと思う。社長は世間でいう亭主関白夫で、家事も育児も全て奥さんに任せっきりだったらしい。会長は会うたびにやつれていく奥さんの姿を見て、いつも心配していたようだ。さらに会長は社長に首だけではなく、ある要求もする。お前は貴重な社員を辞めさせて、会社に損害をもたらした。お前には1億の損害賠償を請求させてもらうよ。1億？さすがにそれはやりすぎだろう。お前は会社の金を横領してたんだよな。前科がつくよりはだいぶマシだろ。そうは言っても1億は大げさだろ。俺は親父の息子なんだぞ。息子だろうと関係ない。お前は会社に多大な損害を及ぼしたんだからな。1億でもだいぶ安いくらいだ。1億なんてどうやって払えって言うんだよ。愕然とする社長に、組長はニヤニヤしながらこんな提案をした。働き口がなくて困ってるんだったら俺のところで働かせてやるぞ。ちょうど下っ端が辞めちまったばかりで人手不足だったんだよ。普通に他の会社で働くよりはだいぶ給料は高いぞ。その分精神的にも肉体的にもしんどいかもしれねえが、でも社長はヤクザで働くのは絶対に避けたいのだろう。しかし相手が組長ということもあって、きっぱり断ることもできないようだ。よかったじゃないか、渡辺さんから仕事がもらえて。親父は俺がどうなってもいいっていうのか。下手したら命もないかもしれないのに。お前のことはもう知らん。どこで何をやろうと俺には関係ないからな。待ってくれよ、俺はヤクザでは。なんだ、俺の誘いを断るってのか。組長は鋭い目つきで社長を睨みつける。組長の迫力に社長はすっかり怯えていた。すると社長は俺たち社員に助けを求めてくる。お前らは俺がいなくなったら困るだろ。俺がいないとできない仕事だってあるだろうし。社長は何とか引き止めてもらおうと必死だったが、誰も止めようとする者はいなかった。もちろん俺も引き止めるつもりはない。ただ黙って惨めな社長の姿を見ていた。彼らに助けを求めても何の意味もない。誰一人としてお前を慕ってる人間はいないんだからな。そんな、なんで誰も引き止めてくれないんだよ。俺が何をしたって言うんだ。なぜ社員たちから嫌われてるのか理解できてない時点でお前は失格だな。お前はもう少し相手の気持ちを考えられるようになれ。まあ今更何を言っても遅いんだけどな。親父、頼むよ。俺はこれからもずっと社長として働き続けたいんだ。誰が横領するようなクズ人間に会社を任せたいと思うんだ。金は絶対に返すから、今回は多めに見てくれよ。俺は昔から社長になるのが夢だったんだ。そのために入社してからずっとひたむきに頑張ってた。営業成績だっていつもトップだったじゃないか。親父だっていつも褒めてくれてただろう。確かに当時のお前は優秀だったかもしれないが、経営者としてはゼロ点だ。悪いが大事な会社をお前に任せたくない。おとなしく渡辺さんが指定する場所で働いてこい。そんな。父親から突き放された社長はその場にうなだれ、まるで子供のように泣き始める。誰も社長に同情する者はいなかった。この先社長には地獄のような毎日が待っていると思うが、自業自得だろう。こうして新藤社長は姿を消し、会長が再び会社のトップになった。元社長は組長から指定された
離島の工場で働かされることになったらしい。この工場には数人の厳しい指導者がおり、元社長は毎日きつくしごかれているようだ。元社長は奥さんとの離婚も決まったらしい。日常的なモラハラ行為だけではなく、元社長は浮気までしていたらしく、奥さんからは慰謝料も請求されたようだ。また会社で横領した金も返済を求められ、1億の賠償金に加えて5000万の支払いが命じられたらしい。まさか俺たちに隠れてここまで横領しているとは思わず、俺も驚いた。元社長は遠く離れた場所で孤独な日々を送っていることだろう。まさに因果応報というやつだ。後日、俺は改めて自分を救ってくれた木下さんにお礼を言いに行った。新藤社長のことをお父さんに相談してくれてありがとう。木下さんがいなかったら俺はあのまま会社を辞めさせられるところだったよ。いえいえ、平田さんがいなくなったら私が困りますから。え、平田さんにはいつも感謝してたんです。私が社長にきつく当てられた時も絶対に守ってくれたじゃないですか。そんな平田さんはいつもかっこいいなって思っていました。ありがとう。頬を染めながら褒めてくれる木下さんに俺はドキッとしてしまう。俺と木下さんはこの出来事をきっかけに一気に距離を縮めた。俺たちは二人で飲みに行く仲になり、彼女を異性として意識し始めるように。彼女の方はどう思っているかわからないが、俺は木下さんともっと仲良くなりたいと思っている。さらに俺は会長から嬉しい言葉もかけてもらった。君はうちの社員の中でもダントツに優秀だし、周りへの気配りも素晴らしい。いずれ君にはトップを任せたいと思ってるよ。私でいいんですか？まあもう少し先の話にはなると思うが、君も検討しておいてくれると助かる。ありがとうございます。もちろん前向きに検討させていただきます。会長が再びトップに立ってくれたことで、職場環境はかなり改善された。この先どんな人生が待ち受けているかはわからないが、前を向いて突き進んでいきたい。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。